レイアウトマネージャは、ウィジェットツールキットで使われるソフトウェアコンポーネントであり、距離単位を使わずにウィジェット群を相対位置に基づいて配置する機能を持つ。多くのウィジェットツールキットはデフォルトでこの機能を備えており、ピクセル単位などの距離単位を使って、絶対座標や相対座標で配置を定義するよりも、自然な配置が可能である。 この機能によって、ウィジェットツールキットは2種類に分類できる。ビバックスコンテナ上で、隠しコンポーネントを積み重ねることができる。XML バージョンイコール1.0。XML、スタイルシット HREF イコール CROWM、グローバル、スキン、タイプイコールテキスト、CSS。Window ID イコールビバックスエグザンプル、タイトルイコールエグザンプル。XMLNS。 html=http://www.w3.org/1999/xhtml ht。x ht m l n s h t t p w w w m o d e r a o r g k e y m a s t e r g a t e k e e p e r t h e a i s o n l y x u l ボタン ID イコールイエスラベルイコールイエスボタン ID イコールノーラベルイコールノーボタン ID イコールメイビーラベルイコールメイビービバックスウィンドウこのようなコードで三つのボタンがバーチカルボックス内で互いに積み重なった状態となるフラレるとレイアウトマネージャーは例えば文章を構成するごくのように流れ並べていきいっぱいになると下に新たな行として コンポーネントを配置していく。インポート Javax, Swing, J-Frame。インポート Javax, Swing, Jabaton。インポート Java, Auto, Flareut。インポート Java, Auto, Contea。パブリッククラスレイユトクサンプルエクステンズ J-Frame。パブリックレイユトクサンプル。This, Setatul.Get the top.Level container in the frame.Contea contain pain.Equal this. get the contain pain.set the layout of this container.contain p a i n s e l a y t add buttons in this container.this add, 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 this add.unrelated, exit the application when clicking on the right close button.this, s e t f o r c l o s u r e p a r s i o n p u b l i c static void main. レイウトクサンプルエグザンプルイコールニューレイウトクサンプルエグザンプルセビザベルこのコードでは以下のように5つのボタンを同じ行に順に配置した状態となる。ドックパネルコンテナはココンポーネントをそのドック属性に従って配置する。 ページ XMLNS イコール HTTP コロンスラッシュスラッシュ SCAGMAS.microsoft.com スラッシュ WINFX スラッシュ2006スラッシュ XML スラッシュプレゼンテーションウィンドウタイトルイコールミドックパネル。ドックパネル。テックストブロックドックパネル。ドックイコールットップトップ1。テックストブロック。 テクストブロックドクパネルドックイコールトップトップにテクストブロックテクストブロックドクパネルドックイコールトップトップ三テクストブロックテクストブロックドクパネルドックイコールトップトップ四テクストブロックドックパネルページこのコードでは四つのテキストブロックが互いに上になるように配置されるありがとうございます